オレンジデートは日本及び韓国でオレンジに関するイベント日である。両国のオレンジデーは日も違う、全く別のイベントである。4月14日のイベント、愛媛県の柑橘類生産農家が1994年に発案したとされている。なお、みかんの日は12月3日であり、オレンジデートは異なる。発案の由来はオレンジが 花嫁の喜びという花言葉を持つことである。また、オレンジは花と実を同時につけることからヨーロッパでは愛と法上のシンボルとされ、オレンジの花は花嫁を飾る花として頭につけるコサージュに使われる。これに着目した企業等がバレンタインデーホワイトデーに続き二人の愛を確かなものにし、オレンジやオレンジ色のプレゼントを贈る日として PR している。なお こうしたことから、第3の愛の記念日と表現されることもある。2006年には、オレンジデーのプロモーションの一環として、東京ディズニーランド、東京ディズニーシーで入園者プレゼントが行われた。2009年5月には、JA 全農愛姫が日本記念日協会に登録した。2012年のオレンジデーには、JA 全農愛姫が読売ジャイアンツと東京ドームでタイアップイベントを行い、 東京タワーでもオレンジ祭りが開かれ、松山市内でもオレンジ尽くしの結婚披露宴が行われた。名古屋市の三越百貨店栄店では、同じ4月14日のブラックデーと共に、まだ耳慣れない記念日を広めるため関連商品が販売された。また、キリントルピカーナもオレンジデー浸透のためのイベントを渋谷駅前で行った。韓国におけるオレンジデーは11月14日で、 恋人同士でオレンジジュースを飲む人されていて恋人と映画を見るムービーデーでもある。ありがとうございます。